ブイス、こんにちは、たま先生やで。今回は、食物繊維かって思ったやつ、残念。植物の繊維な。前回、環境で植物が決まる言うたけど、環境を決めるのは、光、水、風、土、温度って、非生物的環境である気候や天気だけやなく、その環境で生き残りをかけて戦うライバルや、天敵もまた生物的環境を言うて、環境の一つやね。同じ気候やったとしても、外来種やライバルの種が飛んできて乗っ取られたり、稲子の大量発生で食い荒らされたりって、いろいろあるからな。 てややや。かから、同じっっったととしててても、ライバルとかの生物的環境でだんだんんんん変わっていくんを繊維って言うんや例えば、火山の噴火とかで、その土地がすってんてんになった時、苔類や地面を覆う地衣類が生える。こいつらは、ほんのちょっぴりの栄養と水があれば、ええからな。こいつら、トップバッターを先駆周遊でぜ。ほんでも、こいつらのおかげで少し水が流れにくくなったりしてくると、その水が体を大きくすんねんから、少し体の大きい稲系のやつらが出てくる。 稲系の奴らの方が背が高いんで日光を奪ってその場所を乗っ取るんや。するともっと水は流れにくくなって餌も増えて動物や土の中の虫も増えるともっと栄養のある土になってきて低い木の生える低木林になる。そうなると次はもっと高い木の葉樹林が生えてきてそうやってどんどん生えるとぎっしりなるから一本あたりの光が少なくなるんで少ない光でも大丈夫なインジュリンでいっぱいになるね。 こうやって、だんだん高くなって、階層構造も、地表層、層本層、低木層、あ、高木層、高木層ってなると、究極の層、極層、英語でクライマックスって、それ以上変化せえへんようなって、繊維は終わるんや。ちなみに、このインジュリンのようなクライマックスの極層を生み出す奴らを、極層種言うからな。こうなればもう変化起きひんので、地滑りや火山になって大破壊が起きるまで、そのままなるんや。 ちなみにその曲層が災害とかでぶっ壊れて、そこだけすっぺんてんになったとこを、そこだけ生えてなくて変だっていうことで、ギャップ言うからな。やると思ったわ。要はそこだけリセットや。要を破壊でリセット起こるんは、川の近くなんで、河原の周りはなかなか低木層まで行かんと、草多いやろ玉先生の熊本も、阿蘇の山が草ばっかなのは、野焼きしてリセットしてるからやしな。でも、日光をたくさん浴びる用事の方が陰樹よりも弱いっていうのがわかりにくいです。見た目的にも用事の方が強そうですしね。 それは確かにな。名前的にも幼女の方が強そうやろ。実際に重い。 切り肉を当てると、幼児の方がいっぱい光合成をして作るデンプンも多い。でもこの表を見てくれ。横が光の強さで、縦が光合成速度やけど、見ての通り幼児の方が光合成速度は速いな。光が強くなってもこれ以上上がらへんのは、葉緑体全部がフル稼働してるからや。やからフル稼働してもここまでしかない陰樹の方が、葉緑体の数でも圧倒的に負けてるわな。ほんでもこっちの方を見てみ気が集まって光が弱くなってくると、ほら 幼事はここで光合成速度がマイナスになるやん。マイナス言うんは、こいつらも生物なんで呼吸してるからなんや。そやね、幼事は光たっぷりあるとたくさん澱粉作るけど、その分呼吸で使う分も多いんで、光が少ないとマイナスなってしまうんや。 要は、でっかい工場やと、注文が多かったらどんどん作れるけど、たくさん工場が増えて、注文が減ってくると、結局、払う給料の方はいつも一緒なんやから、そっちの給料の方が多くなってしまって、潰れて、少ない量しか作らへんけど、従業員も少ない、払う給料も少ない、っちゃめな工場の方が生き残りやすくなるっていう感じや。バッタも大量発生すると、小さいのばっか生まれるし、最終的には、たくさん生み出せなくても、消費の少ない、体の小さいやつが、大量発生して、全体を占めるっていうわけや。なるほどね。 体が小さくって消費が少ないっていうのは、ある意味武器だっていうことよね。ってそれ、思いっきりあんたのことじゃない。おあそ、そうやな。言われてみればそうか。ほな、大変なことになる前に言うとくけど、大量発生したらす、すまんな。それはやめなさい。